内側から鍵を開けた。わあ。行ってないとこ結構あったけどなぁ。いて。動く前に打つのがずるいぞ。しょうがないでしょ。打てるのが悪い。なんか戻れるようにできてるね。多分。あの爆弾のとことかまだいけるっぽいもんね。うわー手だ。ここ疲れとくか。うまい。もうここは何号室とかじゃないの。あー2階だ。あ、1階行ける。あ、こっから行けんだ。え、こっから降りれないの？降りれた。へぇ。206が閉じてる。106も閉じてたよね。207が閉じてる。208が閉じてる。閉じ放題じゃん。閉じてるな、めっちゃ。3回も閉じてるでしょう。204空いてる。うわ、手。手が。急に手がグイン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 って動いたりしそう。窓ハンドじゃん。キモ。キモいけどね、もうキモいのね、ダークソウルで、ダークソウルでもう耐性ついたから。あ、これ撃ったらダメなんだ。実際勝手に開けるヒットくんのしつけなんだね。ヒットくんのしつけ。いて。おお、ん？何もなくね？ブチーなった。何もねえのか。あ、扉あったわ。あー、ここか。100赤いのとこだっけ、これ。206。なんで空中に扉あるんですかね。なんで空中に扉あるんですかね。いやー、なんか、凝ってんな、これ。面白い。膝打ち？なるほどね。危ねえ、膝打ちだ。ああ、ここか。上行ってないね、そういえば。上行けんのかな、あれ。ん？ああ、なるほど。そうなったんだ。いけそうだけどね。いけないのかな。じゃあ、せっかくだから行くか。手が、上に、来ない。手下が、見てる。え、ぬるげー。はい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 。ぬるゲー言いながら足のやつね。足のやつね。これ間に合うでしょ。はい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 。よーし。どこの鍵？ 106？ あ、202か。
いいね。結構簡単めでいいな。やりやすい。サクサクいけるね。1日でクリアできるかな。ここ空いてないんだ。お邪魔します。あ、またなんか色ついてる手に。なんか青いの早かったね。うわぁ。ん？どういう原理？それ。わからん。どういう原理だ、それ。何その手。やっぱなんかあれに見えてきた。潮振り、潮振りのやつに見えてきた。またお前かよ。わお、すげえ。潮振りおじさんに見えてきた。なんだこいつ、動けないのか、お前。なんだこいつ、動けないのか。そうそうそう。207号室。207。わお。この指の具合がもう、潮振りおじさんにしか見えない。よいしょ。わお。207。なんだかんだ一方通行になってて優しいね。よいしょ。邪魔しまーす。おう、テイサ、かわいいってるさ。なんかここ、え？え？なにこれ？同じ動きする。すごっ。何これ、何あれ。めっちゃ来るじゃん。ギャラクシーを目指す。あ、くそ、まずか。おぉ、ここに繋がってんだ。凝ってんね。面白いなぁ。なんだこれ。あ、ポーテンシナは無限に発生させて3億。すぐポーテンシ長いな。いける、いけるかな。おお、いけた。鍵を手に入れた。208とか書いてる。お、こっから降りていい？ああ、ここなんだ。あ、今のじゃあ307なのかな。実質またか。こいつ何？じゃないですか。こいつなんだこいつ。うざい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 。近づくとあれか、ゆっくりなる系。
いいね。サクサクプレイですね。あーえ、マジか。なんもんない。え?どうすんだろう。間に合うかな。ギリいけんのかな。おー、むずい自分。あー、おー、今まで一番むずい。何おお、戻んのえ、ちょっと買い取る形をしてるだろ。久木周平さん。あ、くそ。地味にシビアだな。なんかジャンプ高くない?気のせい?まあ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 。ちょっと地味に難しいんだが。何?あ、ちょっと下押したかな今。ここ難易度高いぞ。間に合わない。何どういうことだって俺。すいません。すいませんでした。なるほどね。なるほどな。なるほどな。いやー、なるほどね。悲しいよ。ここ悲しいです。ここじゃないの?あー、まずか。おー実は2個目は上でも大丈夫みたいな慈悲の心を持ってるかもしれない。やってみるか。ざわ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 。お、優しい優しい。試験大会じゃなくてよかったね。まあ割と早く気づけた方じゃないの。そうでもない。そうでもない。だって変に避けれんだもん、1個目。避けちゃうよね。あ、ぶな。ここどこ?ここどこだっけ ?1 の7とかだっけ ?203。いや、なかなか今の人、今の人今のとこ気づかない人いると思うけどね。何の家どういうことだってばよ。お邪魔しまーす。でけえ家だな。お、どういうこと。またメモる。レッド、グリーン、ブラック。
あー黒 K でいいやブルー KK グリーン K ブルー鍵かかってる。しかしこの扉開けない方が良さそうだ。意味がわからぬ意味がわからん。開けよう。ここはん？え、行ってないとこなくね？もう行ってないとこなくね？カン行きましょうや。でも鍵かかってんだ結局。3階はいけないよね。なるほどね。なるほどね、とは。とりあえず1階のとこ行ってみようか。ここの下だっけか。開かない？地下室の鍵が必要。ほーん。どういうことだ？ 104 だな。こらアイテムも、わかる。104だっけ？全然違うかと。あそこね、多分色やるとこね。どこだっけあれ。ここかな？いや、違うな、ここカーメンのとこだな。こっちか。わかんねえや。どこだっけ。僕より先に謎解かないでね。お願い。わかったら、わかったらで。わかったら、わかったらで。グリーン。あ、黒ある。画面全然見てないから解けない。黒。ブルー。グリーン。黒、ブルー。これでどうだ？おー、来た。屋上？そっち？屋上か。屋上ってどっから行けたっけ？あの444のどこのとこだっけ？確かこっちだったような。確かね。いいで。いやーホラー映画なのに驚けないな。驚けなくてごめんね。ここの左、あれ？ここの左？あ、この上の左か？あ、そうそうそう、この上の左だ。
セーブしとくか、一応。大丈夫だと思うけど。てんてんてん。お邪魔します。ボスいそう。うわ。なんじゃこれは。かわいい。テレサかわいいんだよな。手ですね。確かに。RF。何 RF って。RF って何？リフレッシュ。RF って何だろう。外に出たのはいいけど、これじゃ周りも見えないし帰る道がわからないな。ルーフ。ルーフって。うわ。おお。さっきのやつだ。分身だ。あ、こいつはさっきの、ここまで追ってきたのか。こいつもやっぱり普通の攻撃は効かないんだろうな。ほう。この悪天候だ。なんとか雷まで誘導することができる。ネタバレやめろ。シャドウキッド。あー、同じ動きすんだ。あー、はいはいはい。オッケー。ちょっとむずいな。でーん、バカオツ。ルーフ。いた、わかりざわ。でーん。急に出てくんのずるい。急に出てくんのずるい。あの、急に出てくんのずるいけど、あれだな。これ無理。ちゃんと歩いてれば大丈夫かな。どこですか？どこですか？あ？もう。下残ってるなぁ。シャドウキット。雨降ってる状態での雷、めっちゃ役立つぞ。なるほどね。確かに。おい！くそ。くそ、こいつ。バカめ。基本こうしとこうも。そっちか。でーん。結構やんなきゃだな。6回ぐらい。でーん。なんか出てきた。マジかよ。めんどくせえ。結構めんどい。うわ、やない。ああ、死ねえ、お前。お前、雷食らってるじゃん。雷、お前、雷食らってるじゃん、今。食らったよな、今、雷。食らったよな、おい。くれ、よーし。こいつうざいなぁ。当たんじゃね？ラッキー。そこはやだ。なん、一応倒してるけど。ああ。今危なかったな、ちょっと。雷。雷が。
んまりいい位置来ない。でーん、勝ったな。勝ちました。うえー、ザコが。あー、これでもう大丈夫かな。いろいろ探し回ってみたけど、やっぱりこの館はものすごく嫌な感じがする。いや、もう嫌な感じしかねえよ。一体ここはどこなんだ。嫌な感じしかないじゃん。うまさらすぎるだろ。勝ったな、風呂。勝ち風呂。なにこれ。いや、怖っ。布団の中から影を手に入れた。裏面に地下室を抱えてる。だいぶ錆びているようだ。もうここには何もない。いや、あるやん。あるやん。